ムラッとくる男芸人、三時のヒロイン、福田編。やださあ、始まりました。な、何ですか、曽根さん。俺もうボケるって最初言ったでしょ。何ですか、もう一回いいですか。ムラッとする男芸人ランキングまで行ってください。お願いします。ムラッとくる男芸人ランキング、ありがとうございます。ゲストの、亀田大樹さんです。もういいんだよな、次男の話。いいんだよ、はい、似てるわざわざこれ2回やってないよ。こう皆さんここ切り抜いてください。亀田大樹さんです。わざわざそのさ、ボケるからとか言わなくていい。後期でも友期でもない大樹なんです。次男ね、最初にハウンドドッグ歌うから会ったことないですか。大樹さん、そう、大樹さん。あ、どうじゃん、亀田大樹の話広げんのやめて。じゃ今せっかく来てくれたから、ちょっと待って、聞いてやる。違う、浮ついてるわ。何が？なんで、福ちゃんに来て、亀田大樹の話しちゃいけないの？それありきの人でしょ。いや、亀田大樹ありきじゃねえんだよ、それありき。亀田大樹ありきで呼ばれてるわけじゃない。違う。亀田大樹の、それで見えた人じゃないから、私。亀田大樹のそっくりさんだよ。いや、違う。こんなんじゃない。一個ちょっと俺も福田に聞きたいことあるんだけど、はいはいはい。せいやとどうなってるの？ええわ、もうそれ。ちょっとそこだけ頼む。なんもないです。俺だけずっと追ってんのよ、未だに。1年以上。誰も頼む。フライデーの金ちゃんだけなんで。いや、ほんとそれ言ってんの。誰も気にしてないよ。そんなの教えてくれよ。別に付き合ってたとしても、隠してたとしても、どっちでもいいよ。それも嫌やん。独身なんだから。付き合っててもいいんだよ、全然俺は。全然。それせいやも言ったの、それは。せいやにも、お前福田とどうなってんだよ、つって。いや、お前、あんただけやねんって言われて。いや、でも本当に俺は付き合っててもいいよって。福田と付き合ってないんですけど、言ってくれっつって、うん、いやでも本当にいいです、何もないですって。何もない以上の言うことがないんですよ。え、でもさ、あれは週刊誌に撮られたじゃない。撮られたって、私だけやからね、なんか写真撮られた、うん、じゃあ普通にね、もうその後輩として接してたってことね。もちろんです、まあ、せいやはすぐ女芸人好きになっちゃうから。いや、せいやのその女芸人と飲みに行く頻度知ってる？いや、全然わかんない。ヒコロヒー、岩倉、私のローテーションじゃあもうみんな、じゃあもうそれぐらい結構ズブズブなんだね。あ、そうなんだ。じゃあちょっと、まあそれはまあ良しとして、今回ちょっと、まあ福田に出てもらったのなんで経緯を一応ね、いいですか、一応福田、まあ一応こんな福田って呼んでますけど、うん、同期なんですよ。同期ですよ。で、我々東京へ15期ですね。大阪の32期。いや、あの、女性タレントコース5期です。まあまあ、そうかと。アイドル。大阪の、でも元のつぼみだもんね。つぼみ大革命の。女性タレントコース5期生がつぼみになってっていう感じ。結局、あれでしょ、32期と同期でしょ。そうです。そうだよね。はい。で、あそこお笑い部門ではないのか、もともとね。そうそうそう。つぼみのまま終わっちゃったんでしょ、つぼみは。結局。うん。話されることに。まだやってるから。あ、まだやってるの？まだやってるよ。福田が抜けただけだもんね。そうです。そう。脱退したんだよ。うん。まあ、そう。だからそれで、俺がね、最初の、まあ、俺正直喋ったことない、そんなに。大阪で、こっち来て、で、グリフォン、クリマツと組んでたじゃない。うん。32分。お！組む前に。グリフォンとなんてコンビだろう。合鍵っていう。合鍵。ああ、なんか覚えてる。そうだ。開かなかったけどね。つぼみシステム。開かなかったけど。つぼみシステムよ。だからそれで、まあ知ってよりも前ライブ出たりもしたから、若手の頃ね。いや、あの、もちろん、あの、福ちゃんのね、存在を知ってたわけですよ。僕は福ちゃんで呼びますから、福田って名前の人全員福ちゃんで呼ぶことにしてる。自分に福が来るような。もうええわ、ええわ。どこ広げてるの？そうそう。それで、5、6年ぐらい前から、一緒にライブをちらっと出たり、テレビでも共演あるじゃないですか。でも、しっかり話したことはない。ないね。いや、ちょっと俺が言ったこと全く同じこと。俺が言ったことそのまま同じこと言ってたから、とりあえず、ジャンソーの娘で、あの、おばあちゃんが、あの、福ちゃんのお母さんと福ちゃんのことをブスだっていう家族だってことは、うん、まあ、テレビでね、よく見てますね。そうそう、それを見てます。ブスの英才教育だから、あれだけはっきり、ね、私は美人なんだけど、はい、娘も孫もブスなんですって言っちゃう。それははっきり言うね。だからその親子漫才とか、ああ、そう、一緒やった。そう、この間、あのトーク番組、あ、なんかフジテレビ、フジテレビのとかは一緒になってる。間接的にね。そうで、俺も昔からその、笑ってくる女芸人とか、うん、女子芸人のランキングの時に結構福田さんを上に上げてたんですよ。ランキングの上位。だから、本当にここで言っちゃいなよ。うん、もう好きなんでしょ？いや、好きです。はい。好きでした。好きでした。はい。でした。はい。でした。すいません。なんで好きでした？ちょっと待って待って。すいません、好きでした。いや、すごい揺さぶられてんねん。俺みたいな、そう、やっぱり、
その大喜利強いタイプの女子芸人じゃん。しないですけど。で、やっぱ大喜利弱いタイプじゃないですか、我々は。なんで俺を巻き込むの？弱いでしょ、だから俺らは。はい、だから、その大喜利強いタイプ芸人、なんか普通にの女子芸人になんかね、なかなかいけないのよ。喋れないの。A マスト女子。A マストとか、あの、トゲありなしなしトゲトゲみたいな。トゲありなしトゲトゲ。あのメンバーとかは、俺も喋れない。あの番組俺、ラーメン二郎しか見えないんだよ。トゲなし、野菜マシマシ。野菜マシマシ。油抜き抜き。ギネ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 ギでも、なんか、福田とあんまり俺がその接点ないんだけど、マキって呼べよ。なんでやねん。それをちょっと、そんな簡単にマキとは。いや、俺マキって呼べよ。いや、でもそのマキが、うん、突っ込んでももらえないやん、もう。って出ちゃって。ボケだよ、一世一代のボケやったんや。ね、なんか、俺最初、多分だけど、俺相方だからわかるんだけど、最初なんか、ちょっとランキングとか、トークの、トークの、ちょっとボケみたいな感じで好き好きって言ってたの、それ。でも今は多分本当に好きになってる。で、こんなにワニワニしてないのに。なんか早く何が言いたいのか。何が言いたいの？好きなの。そうそう。いやだからね。それ終わってから喋ろうと思って。でも本当俺、マキっていうボケ取っておいたのよ。どっかでマキっていきなり言うってボケしようと思ったらなんか言われたから、今すごい嫌だ。すごい嫌になっちゃった。めちゃくちゃ不発に終わった。そう。でも、なんか変な流れでマキって言っちゃったもん。いや、俺今、キンちゃんこう焦ってるの分かるんだけど、多分ちょっとね、言い方悪いけど、ランキングとかトークとかでも、福田のこと好きなんです。同期ですし、みたいな。使いやすいから、それを言ってた部分もある。それで受けてた部分もあるし、成立させてきたんだけど、実際多分この距離で見るの初めてで、意外とこれ、もしかしたらこう、ちょっと見ないこっち。目見れてないのか。ちょっと待って。いや、ちょっと同期だから。同期だから。違う違う、りょうちゃん。その勝手にさ、その、すごい俺が僕のことを好きでさ、そのなんか、後ろからプッシュするブスの友達みたいな。そのなんか、私さ、ずっと相談乗ってたんだ、みたいな感じでさ、来るけどさ、違うよ、別に。そんなことないんだけど。奥さんと別れる。いやいや、違う違う。あんたが勝手に、その恋愛対象としては見てない。そんな失礼なこと言うなよ。いやいや、大丈夫、そうじゃなくてよ。同期の芸人だから。変な高校入ったから。そう。いや、本当とんでもないなんか。本当だから。自分のところ変なのに巻き込まれてるから。だから、本当、このご時世だからね、いろいろあるんだけど、同じ芸人ということで、リスペクトも声込めてね、言わせてもらうと、顔はともかく、スタイルばっかり。いらんなスタイルは抜群。スタイルは抜群。それはいろいろ言われてましたか、やっぱスタイル抜群。過去に。いや、ウエストがいいねと言われてます。うどん屋さんの言い方ですね、それ。ウエスト。福岡の。ウエストって言うウエストですよね。知らん。ウエストです。関西のウエストって言うんじゃない？関西の。そこちゃうねんけど。私もその、やっぱ反論あるから。何？怖いと思ってたのはこっちなんですよ、ずっと。どういうことどういうことどう考えても可愛らしい。怖いやろ。プリティキャラでやってるよ。アントニーとユキオちゃん怖いのは分かる。俺らはアントニーとユキオちゃんめっちゃ優しいねん。ああ、そう。何が怖かったのか。まず私、その NSC 女性タレントコースという、一個めちゃくちゃでかいコンプレックスがあって、お笑いコースじゃない。じゃないっていうね。で、そっから大阪から出てきて、はいはいはい、東京の同期、全員なんかやっぱ怖いの、転校生みたいな気分やから、ああ、なるほどね。ニューヨークとかも含めて、で、私が出てきた時もうみんなちょっと売れてたんよ、ニューヨーク。ちょっとテレビには出てたから。なるほど、なるほど。で、鬼越もテレビ出てたし、そうしね。なんか私なんかこう喋ってもらう存在じゃないと思ってたから、なんかずっとその、ね、おかずとかも早く売れたし、ことになっちゃった。なんかずっとその、ちゃんとコミュニケーションを築かれへんまま、ここまで来て、で、なんかすごい怖い人やなと思ってたから、なるほどね。だからこっちもびっくりなのに、そっちも怖いと思ってたって。なんで、ね、なんで俺が、ね、俺らが喋りかけなかったか、で、あんまり交流できなかったか知ってる。夏子に、途中から来た大阪の女とあんま喋る。やばいな。言わねえよ、言うわけないよ。夏子そんな私だから15期の女芸人のトップは私そんなやつ売れへんわトップが私夏子途中から来た人を優遇したら私許さないこれ夏子の怒られる許さないもう見られた夏子のこれいやだからリアルに俺らはちょっと今日俺の回だからごめん告白しろよ最後にもう最後もう本当にこの学校の屋上でもう未成年の主張みたいなこの学校この学校の屋上で吉本の学校っていうか今日は
相当焦ってるね。いやだからリアルな話だから、それで俺も全然、あの会話とかなかったけど、たまたまこの前も話したけど、ここで30のヒロインが多分ネタ合わせした時に、俺が本社のそこの、まあ、通りかかって、おーみたいな感じで、めっちゃ手を振ってくれたわけよ。でそれで、あ、見えてるんだ俺のことって。もちろん。マジで。マドンナみたいな。一軍の女子がね。そう。見えてるんだ。マドンナみたいな言い方せんといて。それで、俺は、まあ、いつかちょっと福田呼びたいなって、まあ、名前も出させてもらってるしって、思ってたら、その偶然と DM をくれて、要は、多分今まで俺らの YouTube を、あの、ゴシップを喋る YouTuber と思ってたら勘違いしてて、まあまあ、合ってますね。まあ、合ってるんだけど、まあ、ランキングでね。はいはい、で、なんか俺が喋った動画とかを見てくれたらしいんだよ。はいはいはい、で、あ、そういうことならっていうことで、じゃ私全然それだったらいいよ、YouTube。で、出ますみたいな感じですごい言ってくれたから、うん、あ、じゃあお願いっていう、その流れで今日ちょっと実現して。で、今日だから、ある意味、初絡みというか、がっつりは。がっつりはね。がっつりは。なんか、共演はしてるけど。そうそう。ひな壇、同じひな壇で、あれも、そうだね。なんて言うんですかね、共演というか、微妙なところがあるじゃないですか。例えば、さんまさんがいらっしゃって、我々と3時のヒロインがいたら、助け合うとか共演というよりは、やっぱ対さんまさんへの滑りたくないっていうので、周りなんか見えないじゃないですか。助け合いもないしね。そう、だから、お互いのことは知れないわけですよね、ひな壇でいくら共演しても。そう、で、共演することなかったけど、今日本当にやっぱ本番を迎えて、やっぱ俺寝れなかったよ、昨日、本当に。久々に。あ、さっき寝てたけどな。あ、まあ、さっきはね、ちょっと、さっき眠くなっちゃった。タクシーの中で。そう、めちゃくちゃ、お皿の中で。さっき寝た。そう。で、実際もう何、まあ奥さんとかそういう状況もあるじゃん。うん、でも本当に、本当に好きなのかとかって。何回も言ってるじゃん。お前だけなんだよ、ずっとそっち側で攻めてる。それはずるいよ。それはずるいよってなんだよ。それはずるいってなんだよ。福ちゃんに、あの、そう、せいやと付き合ってるのとか、デリカシーない質問しといて、俺が、いや、本当に好きなのって奥さんとかそういう立場を抜きにして、つったら、うん、そんな質問はありえないよ、みたいな感じですけど、やってること一緒だからね。せいやと。せいやとだって報道があったからさ。いや別に、それはムラッとくるで、やっぱ、1位とかに上げさせてもらってるから、それは、まあ、女芸人さんの中ではいいなと思って。いや、今はムラッと来てるってこと？いや、今はムラッとって。マジで照れてるやん、ね、芸人なのに。今さ、この距離でムラッと来てたらおかしいじゃん、俺。その、どういうことってなるの？その、ただの本当に。どこが好きか褒めて。なんだ福田。いやだからその、確かにでもね、あ、じゃあはっきり言って俺言うわ。その、見た目とかじゃないの俺はね。そんなこと言うな、女性。いや、違う違う。あの、お前がさ、それ積み立ててんのよ。ややこしくしてんだよ。お前がめんどくさいよ、今。なんかそう。やっと気づいたわ。気づいた。こいつだ。あの、鬼越トマホークのガンってこいつだから、マジで。ほんとに。そう、俺、悪性だから。俺一応ポリープだけど、良性だから。良性と悪性でやってるから。ポケットツッコミじゃないの。良性と悪性なの。そうそう。いや、ちょっと黙っとくわ。コメントでも言われちゃうから、喋りすぎだ。そう。確かに。もう今本当に。お口チャックも。あの、マジで今、ここのデートについてきてるブスだと思うじゃん。本当に。今ブスよ、よかれと思ってやってるけど、マジで今、すごい、潤滑進んでないから。いや、だから、俺は単純に、その、大喜利強いというか、あの、芯持ってる女芸人のタイプじゃん。やっぱり今まで出てきてる女芸人の人って、やっぱ見た目いじられたりとか、ちょっと、その、ギャグやったりとか、そういうタイプなんだけど、意外と理論派なのよ。で、やっぱり30のヒロインのリーダーで、しっかりしてる人好きだから、そう、で、やっぱりエピソードトークとかもしっかりしてるし、そう、女芸人としてまずリスペクトがあったね、最初に。嬉しい。わかるよ。一人いると助かるタイプ。そうそうそう。そんなに仲良くないけど、俺らのちょっとしたエピソードとかポロッと喋ってくれるというか。でもその、女芸人によくある、女芸人を言いたいわけじゃん。黙ってるじゃなかったので、すぐルール破るじゃん。すぐ喋り始めてるやん。すぐルール破るじゃん、あなた。始まる前さ、はい、今日銀ちゃんの日だから俺は黙ってるから、頼むで二人でとか言ってたじゃん。フリ。悪性の振りだよ、それは。よくない。悪性の振りだよ。じゃあよくない。いや、だからまあそういうことよ。だからもう女性としてってもあるけど、もちろん芸人としてまずリスペクトがあって、嬉しい。で、意外とそう、俺おかずクラブとかってさ、ちょっとタイプ違うし、全然。そう、そのリスペクトがあったから、やっぱいいなと思って。おかずのことはリスペクトしない。いや、そういうことじゃなくて、やっぱりその、タイプが違う。芸人のタイプが違うじゃない。確かに俺らが接してきて、あの、なっちゃんとかね、おかずと、また大阪の、まあ、アイドルからの流れで芸人になった、結構タイプは違うかもしれないね、本当に。歩んできた道もね。結果的にタイプ違うと終わらせないで、その、同じこと言ってるずっと。そうそう。ちょっと広げて同じこと言ってるから。さっきから。
で、こういうコンビです。そう、こういうコンビ。そういうコンビや。両性とアクセレ。だから今回は。想像はできたでしょ、でも。こういうコンビやなっていうのを。うん、そういうコンビ。それは知ってるよ。ね、だから今回は、ちょっと、まあ、福ちゃんにいろいろ聞きたいんだけど。はい、福ちゃんいいのね。福ちゃん、マキさん、マキとかいろいろあるけど。福田、福田ね。福田にしようかな、じゃあ。福やんとかでもいいよ。もうええって。やっといてもな。なんなのその。いや、私からも言うわ、黙え浅いボケ、その。気持ちいい。お前が一番喜んでんじゃねえか、今日は。こんだけ、こんだけ、こんだけやっぱちゃんと突っ込んでくれる。それもね、やっぱり芸人として一つね、ポイント高いのよ。やっぱり突っ込める女芸人って少ないのよ。やっぱりヒコちゃんとかさ、ヒコロヒーとか福田とかさ、カノーとかさ。そうそう。僕、リスペクトを込めて陰で、女ナグラって呼んでる。女ナグラ。その、女ナグラ。あんまり言いづらいけど、大変なことだよ。ナグラさんが大変なことだよ。ナグラさんのものすごいスピードでさ、今のナグラさんはちょっと落ち着いちゃってるんだけど、ものすごいキレッキレの時の、はいはい、気持ちよかったじゃん。はいはい。黙れやまあ、あれがやっぱ、ボケって大体 M ですから、嬉しい。まあ、それが気持ちいいってことね。はい、そうです。金ちゃん無視するからね、ボケをする。いや、そんなことないですけども、やっぱ長いからね、歴も。だから今回はちょっとムラっとくる男芸人。はい。まあ、これちょっと俺も知りたいってのもあるし、あんま話してないでしょ、そんなに。確かに。俺は男芸人って。俺は結構、お笑い力があって、大喜利力があるゆえに、自分を隠して活動してきちゃったんじゃないかっていう。隠して活動できちゃってるんじゃないかっていう。いや、なんか自分のことをそんな話しても、あんま受けないというか。うん、そうそうそう。うん、なっちゃん、もそれは間違ってるよ、もう。え？今日はもう存分に話していいから。やっぱりね、いつも奏とかがそのさ、芸人好きになって、そうで、福田は、いやいや、その男芸人と付き合うとか、そんなん絶対ダメだしっていうタイプだったじゃん。私、あの、これ、ちょっとなんか前、チャンネルでも言ってくれてって、あの、これはちょっと訂正したいんだけど、二人ね、あの、男芸人と付き合うなと一言も言ったことないの。あ、言ってない関係を持つなと言ったら。あ、そういうの付き合うのはいいけど、あの、付き合うのは全然いいです。真面目な付き合うです。付き合わずにそういうことをするっていう関係はダメだぞっていう。エンディングで、ね、一緒にライブのエンディングとかで出るときに、ちょっと変な感じになるし、やめとこうっていうだけの。女の子が出ちゃうときっていうのね。なるほど、じゃあそこはじゃあ皆さん全然私はもう男性芸人と付き合わないとか付き合ってはいけないとかそういう思想では全くないです。じゃあ福田自体も別にいい人がいたら、いたら全然付き合う。男芸人と付き合う可能性もあるってことね。あると思う。よし、それはもう。はい、じゃあちょっとガチでちょっとこれ、はい、今回は3、2、1ランキングで考えてきてもらったんで、はい、発表で。じゃあ3位から。うわー、これ書いていいの？書いて、俺らがこうやって振り向いてっていう感じ、はい。なるほど。いや、マジでガチで考えて、ガチにしてね、ガチすぎてちょっと、ま、ちょっとキモいかも。いや、キモくていい。あの、笑いがないから、ね。俺らもキモかったのが、金ちゃんが、あの、1位、3時のヒロインの、札ですって言った時に、うん、すごくキモかった。でもそれはでも、そのキモさを通り越して伝えたかったことがあった。もう3位アントニーとかいうボケとかやめてね、絶対に。ないないない。もう、アントニー失礼。アントニー出た瞬間に、ね、うわってなっちゃうから。いや、まあ、そこからも、じゃあちょっと俺、見ないじゃないで、ムラッとするって言葉も、その、定義は広く取ってあるからね。あ、わかる。まあもちろん、もちろん、それはね。うん。ガチすぎて、ちょっと。いいよ。マジで、心配だよ。いやいや、ガチでいい。もう俺、ガチが聞きたいから。見てる人もガチが欲しいのよ。いい？書きました。じゃあ、いいですか？見ますよ。はい、じゃあ、3位。いきます。森さんの方。森さん。だから、あの顔濃くない薄い森さんの。そうですね。ギターを弾いてる方。ちょっと、なんでどうして かっこいい、やっぱり。え、かっこよくない？いや、わかるよ。まあまあまあ。ね、なんか、まさかの角度だったな。薄い顔が好きってこと？いや、あのね、顔とかじゃないんですよね。じゃなくて。なんか、森さんってすごい、あの、普段会ってる時、めちゃくちゃ笑顔で優しくて控えめな感じ。そうだね、そうだね。あの、芸人とは思えない。うん、下ネタやってる芸人とは思えない。そうそうそう。で、江口さんは結構まっすぐ、もう下ネタを言ってるじゃないですか。でもなんか、ネタ見たらなんか森さんも結構生き生きとしてるの、うん。いやいや、してるね、うん。この感じの人がエロいんやと思って。ああ、エロさで見てるってこと？エロさで。で、なんかちょっと、うん、あんな感じなのにちょっと危険な空気もなんかあるのよ。確かに江口さんは全部認めてるとか、ね、確かに、うん。認めてるってかもう、どん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 。だから実は、あのコンビで言うと森さんの方がやばいやつみたいな。やばいやつみたいな感じがあるというか、なんか、すごい、森さんの方が、
付き合ったらダメ男そうみたいな、うん、ああ、まあそれは分かる、めっちゃ分かる、ミステリアスだ、ミステリアス、クズ男好き、クズ好きなの、いや、だから本当に実際付き合いたいとかそんなんじゃなくて、うん、本当になんかエロいなという意味でムラっとくるというだけで、じゃあそういうエロさ、付き合いたい対象ってなったらまたランキング変わってくると思うんで、でも本当にムラっとくるっていう意味では、うん、そうそう、いや森さん、俺ちょっと3位で、いや、いや、これはガチだね、本当に次森さんと会うときすごい照れると思うよ、確かに、いや、これが一回、うん、そのそれこそトゲありトゲなしトゲトゲで、うん、サーヤがドブロックの江口さん好きみたいな、うん、タイプみたいになってて、うん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 、で、私とカノちゃんは、あと私森さんやわみたいな、でカノちゃんも言ってて、それがなんかご本人に伝わったらしい、うん、で、サーヤから聞いてなんかめちゃくちゃ喜んでるらしいみたいな、なるほど、で、聞いて、次その会った時にネタ番組一緒やったけど、うん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 、なんかもう一言もそれに触れない、いや、だから育っちゃうのね、金ちゃんでいうところの私状態、いや、自分で言うな、金ちゃんはね、今意識しちゃってる、まあ、目見れないから今俺は本当にそうだった、それは、あ、やっぱ違うところで言っちゃって、それが本人に伝わったって分かると次会った時どういうテンションになっちゃうか分かんない、それはあるね、本当に、そう、確かに、か会う前緊張してね、ずっと慣れるために亀田大輝の試合見てたもん、すごい、似てるとは言う、亀田大輝の写真見て鳴らしてた、そう、鳴らしてた、ね、そ, そんな似てないしな、そこまで近くで見ると、昔は一緒に言ってたのよ、そう言ってて、うちのガヤとかで言ってたじゃん、一緒に2人で亀田大輝卒業した、ごめん、そこ、うん、やっぱ近くで見たら、俺こんなに近くで見たことなかったから、誰に似てる、あの、トモキだね、うん、いや、一緒やないか、サンナ、ほとんど一緒やろ、サンナのわちゃわちゃしてますけど、でもこれガチで、これガチ、じゃあ何、その福ちゃんだけの意見じゃなくて、じゃあ可能も、可能ちゃんも好きって一番尖ってるね、うん、女芸人と言われている、カノちゃん、まあね、そう、カノちゃん、カノちゃんも、森さん、うん、ドブロックのお二人なら森さん、言ったら確かにこの芸能界にいないタイプの一般の家庭的な男前というか、うんうん、なんかね、下町の商店街で一番かっこいいみたいな、なんかその雰囲気が、分かるわ、お祭りの時一番頼りになる、お祭りとか確かにね、そうそう、普段は静かだけど、あ、意外と夜になったらちょっと凶暴な感じもするね、あ、する、まあ、する、確かに、うん、本当に大きな一物を持ってそうだ、一物ね、いや、でも意外だったもん、3位、そうですね、でもご結婚されてますよね、ご結婚されてますね、もちろんやっぱそういうエロさというかセクシーさはやっぱ兼ね備えてるね、うんうん、既婚者でもやっぱそのムラっときますか、いや、なんか既婚者の方がやっぱなんかエロい人多くない、あ、見てて、エロい人が好きなんですか、どうなの、そのやっぱムラっとくるって言ったらやっぱエロでいっちゃうというか、その誰からも見て、うん、誰から見てもエロい人とかじゃなくて、うん、はいはいはい、なんか自分がビビッとくるっていう人がなんかたまに現れる、私これ考えた時に、はいはいはい、マジでいろんな芸人を検索したんですけど、うん、マジでいないですほとんど、うんうん、でもほんまに5人だけいて、うんうん、でその5人の中から3人絞ってるのね、あ、まあ、ちょっとそのもしこのランキングに入んなかった2人も後で発表してもらいたいんだけど、はい、俺これほんとキモい質問1回して、はいはい、今までの恋愛経験で2番手だったこととかってあるの、ないないない、もうずっと1番で、そんなに何やろ、イケイケな恋愛をまずしたことないというか、うん、恋愛経験も結構少ないし、女子校、共学、あ、共学、うん、なんか俺勝手に女子校のイメージがあった、まあなんかそのイメージ的に、そうそうそう、で、で家は、家がチャキチャキしてるけど意外とおとなしい部分もあるのかな、男友達多そうなイメージなのね、あの家柄見て、うん、お母さんとかさ、ね、学生時代とかで意外とその、例えば、うん、不倫と2番目の恋とかはなかったんだ、絶対ないし、私今森さんのことを危険な匂いでいいって言ったけど、うん、実際好きになる人はその危険な匂いの人好きになったことはないです、あ、ないんだ、はい、そういうこと、じゃあムラッとくるをある意味付き合う対象じゃなくて、そっちの本当にムラッとくるタイプの、うん、マジでそうです、なるほど、わかりました、じゃあちょっと2位いきましょう、はい、いや、ちょっと意外だったなこれ、2位、森さんかっこいいな、確かに森さんかっこいいな、2位、1位、マジで興味あるわ、これマジで、さっきの金ちゃんの質問キモかったな、2番手になった恋愛とかいやいや、もうごめん、俺も今、今日2枚目おデブちゃんで来てるから、ほんとごめんね、これ文字の、文字で大体ね長い、はい、長いから、あ、書けました、ました、はい、
いいですか。じゃあ、見ます。せーの。うわー、え、わかるわー。わかる、わかるよな。俺らは、オズワルド、畑中派なのよ、意外と。伊藤はもうすぐ餌取りに来る、すぐ釣れる魚だから。うん、あ、そうだよ。なかなかね。いや、わかんなかなかなか釣れないよ。え、これは畑中なんで？なんかね、畑中、結構前やねんけど、ある日、うん、あれ、なんか、こいつと付き合ってたっけなってくらいの安心感を急に覚えたんだよ、なんか。いや、それわかるわ。わかる？畑中って本当になんか、うん、ずっとこいつと親友だったんじゃないかって、そう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 、男でも思うくらいの。そう、わかるよ、隣にいてね。そう、なんか、謎の包容力と、で、結構ゆっくり喋るし、そうそうそう、声のトーンもなんか優しい感じで、で、体もなんか大きくて。大きい、意外と大きい。意外と頼りがいあるね。昆布漁師なんですか、確かに。で、猫背だからちょっとちっちゃく見えるけど、グッてやったらすごいでかいからね。面白いしね。面白いし。だからなんか私、その時に、うん、モテるやろって聞いてる。働くね、うん。全然モテないっす。たぶん生涯で彼女できたことないんじゃないかな。まあ、この間なんかいるって発表はしてたから、ね、本当誰と行ったの？じゃあ一人とかじゃない？一人、本当に初めて。そんなレベルの。だから。嘘やろ、なんで彼女できたことないやつがこの空気醸し出せてんのって思ったの。わかるよ。うん。畑中。え、そのやっぱ畑中のその、やっぱ森迫さんがちょっと落ち着いてるじゃん。うん。やっぱこれは一個あんの？自分の。あ、あんのか。もうね。あんまりグイグイ前に行くタイプじゃないというか。確かに。3位が畑中だったら、うん、あの何も思わなかったかもしれないけど、3位が森さんで2位が畑中だと、あ、もしかして森さんと畑中って系統的に似てんのかなって、ちょっと思うよね。ちょっと優しい感じ。そうそうそう。で、うん、体もでかいというか。うん、普段は、ね、優しい感じの男が好きだ。いや、ちょいちょいなんか挟んできてた。いや、一応やっぱちょっと情報、リサーチね。リサーチ。ほんと森さんと畑中って金ちゃん逆よ。金ちゃんってギュッとしてるから。マジ。でも、どっちかって言ったらこっちじゃなくて。いやいや、全然違う。種族が違う。柔らかいし。あの、ロード・オブ・ザ・リングの種族が違う。ロード・オブ・ザ・リングってドワーフ族だから、金ちゃん。いや、それ見た目でしょ。でも俺もだ雰囲気で言うとさ、そう、まあ話も聞くし。でも、武器いやいや、やるじゃん。今日俺の話はいいよ。今日は俺の話じゃないじゃない。その、優しい雰囲気の人が好きなのかなっていう。のかもしれない。あの、自分でそう思ったことはないけど、優しい人が好きだなって思ったことはないけど、確かに共通点。いや、共通点としてはね。なんか怒る姿が二人とも想像できない。想像できひんかも、確かに。で、相方を常に立てているというかね。私、福田と会うかもね。福田とプライベートどうかわかんないけど、やっぱちょっとリーダーだしさ、強そうなイメージあるじゃない。今ちょっと森さんと畑中が後ろにいる、で、福ちゃんが真ん中のブルゾンチームを想像してしまった。いや、なんでビズ B の位置に打たれるの？ビズ B の方だとしたら鼻ちょっとないよ。鼻がちょっと足りないよ、こっちは。ビズ B は悪口になっちゃうけど、鼻しかなかったから。いや、悪口。鼻だけでやってた。鼻だけでやってたから。鼻とアメフトでやってたから。だから、うん、なるほどね。いやじゃあこれ後輩だけど、まあ一応同じ、まあライブ出たりとかさ、仕事一緒とかになったら、うん、ちょっと畑中いいなというか。意識しちゃうというか、まあ潜在的にだよね。うん、あ、こいつ、本当安心できるなっていう。そうそう。だからなんか、あの、もちろん後輩やから、恋愛対象とかでは見てなかったけど、うん、恋愛、そのしてきてないって聞いたから、うん、まあもったいないと思って頑張ってほしいって言ってた。確かにモテそうだって思ったわけだもんね、うんうん。人気あるよ、やっぱ。いや、確かに。人畜無害とか。俺らもね、結構畑中ね、大好きでね。畑中は、うん、面白いよな。確かに。一緒にいると落ち着くよね、なんか。うん、あの、鶴瓶さんが、生涯で一番うまいって言ってる和食屋さんの出汁、畑中の親父が取ってる昆布らしいよ。すごっ。っていう、わかんない、都市伝説。いやいや、今別にそんな、都市伝説っぽくもないやつ、ちゃんと真実っぽいやつでも、その都市伝説パターンは。鶴瓶さんの下をもう包み込む優しさを畑中家は。ああ、もう、北海道。家族で。北海道やもんな。なかなかさ、自分の親が昆布だけで勝負しようと思わないし、魚取ってくれと思うよ。まあでも利権とかあって、でも結構、あれだもんね。うん、そう、なんかブランドになってるから、そうそう、結構高くて売れるんだよ。でもやっぱ魚取る漁師って伊藤みたいな感じだと思う。ガツガツしてる。まあね。で、俺は昆布でいいよって、畑中家は。畑中の話、ね。譲ったんだと思うよ。いや、もう、いつか畑中の昆布の話。じゃあちょっと1位行きましょう。はい。いや、ちょっと待って、もう。これはね、もう。これ1位なぁ。すぐ決まったの、1位。マジ ?1 位が最初に決まった。迷わなかった？一応迷ってない。うわ、マジか、俺ちょっと興味ある。はい。誰なんだ今のところ3位にめちゃくちゃ意外だからね。けど。
はい。タルマさん。じゃあ、せーので見ていいですか？はい、どうぞ、お願いします。せーの。うわぁ！加賀くんは、ボケの方というか、髪短い方。髪短い。ちょっと。そうそうそう、ちょっとひょっとこみたいな。俺あのね、あの加賀くんの唇がすごく気持ち悪いんだけど、すごく好きなんだよ。何やねん、その感情。ちょっと待って、お前。福田の前にお前が理由を言うの。今、福田に聞くんだから。よくやるね、その唇ね。そうそう。ちょっと加賀くん、あれが演技力につながってる。でもちょっとタイプで言うとこと似てるよね。確かに似てるかもな。加賀くんは何でなの？加賀くんはもう、言語化するのが難しいので、もう、ストレートに言うと、なんか、すごい私の性癖に刺さるところがあるから。どういうことこれ？なんかね、少年でもない、大人でもない、うん、青年みたいな感じがなんかたまらないというか。あ、そこは元から好きなの？そういうタイプは。うん、なんか。年下とかの方が好きなの？年下好きやし、なんか、若い、しっかりしてるから。そうそうそう、若い子が好きなんですよ。はっきり言って。お若い人が好きなんですか？はい。あなたは。いわゆる初端も好きだよ。ちょっとね、今。初端までいかんけど。今何歳です？34です。34で、そう、ベストで言うと、福田何歳ぐらいがいいの？今私が思うベストは、20から23なんです。いや、でも、付き合うとかじゃなくて、こう、眺める分のベストね。じゃあもう無理です。俺30、今年7なんだけど、もう元からもう無理だったってことする。でも森さんとか10個上です。あ、そうか。じゃあ可能性はまだあるってこと、見た目がもう。可能性残そうとしたわけではないんだけど。ないよ。チャーシューだもん。角煮だもん。みたいな。何それ。もっといい例えしてよ。ジャマイカの角煮だもん。ジャマイカの角煮あんのか。まず。ジャマイカ。ジャマイカの角煮だもん。絶対な。派手な。ジャマイカの角煮じゃん。ジャマイカの隔離って聞いてもらう。でもね、加賀くんが分かるな、人気やな。あんないいやついないよ。分かんないけど、その、本当に、謎な部分も多いしね。うん、俺、あと思ったらさ、やっぱネタ書いてるじゃん、うん、絶対。うん、そこのやっぱりその才能に惚れる部分っていうのあるの？それは、まあね、才能もリスペクトしてるけど、でも、なんかほんまエロく見えねえな、私には。でも、おどおどしてる、なんか、エヴァンゲリオンの最初の方の主人公、シンジ？シンジの初期の頃みたいな感じで、おど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 してる。確かに、科学、こんなこと言うと申し訳ないかもしれないけど、もし芸人をやってなかった場合、そんなにモテるタイプじゃないし、多分。科学自体が。もしかしたら。でも、やっぱりそう芸人やってるっていう、それも差し置いても、科学の雰囲気が好きってこと。好き？芸人関係なく。あの見た目。で、さ、まあ、性癖に刺さるって言ってたから聞くんだけど、はい、今年の、かがやのキングオブコントのネタは。それ、まあ、はい、SM のやつね。はいはいはい。1回目は笑わせてもらいました、ね。はいはいはい。2回目はもうエロい目で見てました。うわ。表情。いいね。純潔の配信とかも見てた。はい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 。純潔の配信の方が、かがくんの表情に寄ってたのよ。映像が。なるほど、なるほど。決勝は、なんかそこまで寄り切ってなくって、純潔の配信は何回か巻き戻してみました。純潔の配信も全部見てんだ。別にその、かがや見ようと思ったわけじゃないんだけど、そのネタとしてね。じゃあ、もしかして、これ、やっぱり、かがやはさ、あのネタをキングオブコントでやることはないわけでも、決勝で披露したから。もしかして、クセスゴとかで、加賀くんと福田バージョンで。もうやりたい！それをやめたらダメだよ。そんなことしない。君だけなんだよ、反対は。そんなコラボ俺は許さないよ。でも、じゃあ責任取る。付き合えよ、じゃあ。どめさして。ブス出てくんな。私の意思どこ行って。ハゲブス。付き合ってて。私は。まあ俺はいいけど。私の気持ちも尊重してくれる。俺は別にいいけど。許さないから。いや、違う。ちなみになんだけど、カヤ君はどうなの？カヤ君なんて、質問が分かる。ちなみになんだけど、カヤ君はどうなの？カヤ君と相方なの？急にまたはずで。カガヤでセンスというか、その才能に惚れてるのかなちょっと思っちゃってるから、まだね。カヤ君は、またちょっと見た目が全然違う。見た目が違うとかさ、タイプで言うとちょっとゆるふわ系じゃん、二人とも。カヤ君はそんなに。また別違う感じ。別個。加賀くんがもうベストなんだよ。だから、性癖的にもM の役をやってたじゃないですか。加賀くんは。もうそのままあの役のまんまでも全然いいってことですね。もし、本当にド M だったとしたら、全然いいですね。福田自体はどっちなの？ S と M で言うと。
それ別にエロい質問とかじゃなくて、エロい質問だよ、いや、エロい質問じゃなくて、エロい質問だよ、俺の中ではそれエロい質問、エロい質問とかじゃなくて、それだからこのトークの状況を利用したセクハラ、セクシャラ、関係ないです、同期なんで、同期なんで、そんな強い絆、そんな強い絆、はい、ただ同じ時期に始めただけだ、はい、いやいや同じ時期に40万払ってるから、それはもう40万だった。実際どっちがどうなの、それ S と M で言ったら。え、私はあの、うん、実際にそういうことになったことはないですけど、うん、自分が S とか M、うんうん、S かもしれないなと思う。あ、気持ち的に、気持ち的に。なるほど、ね、だから、うん、あの多分加賀君のちょっとおどおどしてるところとかの演技を見ても、うん、キュンってなっちゃう。だから年下も好きだし、ちょっと引っ張ってあげたいみたいな、そういう気持ちもあるでしょ。やっぱりね、あの女性はね、はい、若い頃はみんなね、どうせ M なんですよ。どうだ、年上が好きです。そうだね。年取っていくと、ね、年下が好きな S に全員変わっていくんです。え、じゃあもうみんな結構年取った方ってもう S で、みんな年下好きなの？年下好きな人めっちゃ増えてきた、周りに。あ、マジ、うん、はぁ。じゃあもうほんと20代とか前半の時って、やっぱさ、10個上とかさ、絶対上の方が、おじさんとかでもいいって言ってるじゃん。そうそうそう、40歳とか、かっこいいみたいな。30代ちょっと女性も過ぎてくると年下の可愛いなみたいな。40歳がほんまのおじさんに見えるの。若い時は大人の趣味だった。はい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 、はい、うん、あ、おじさんじゃんみたいな。これいいですね。このここまでこういうのをオブラートに包んで活動する女性芸人が多い中で、やっぱあの福ちゃんとかヒコロヒーっていうのは新世代ですよね。すべてをさらけ出すと。それはでもいい、いいよね。ストレートに全部言ってくれるから。そうかないです。で、そのやっぱヒコちゃんにも俺は聞いたけど、ヒコロヒーは S っぽいね、でも M なんでしょって言ったら S っぽくて S だからね。ド S だから。そうなんです。じゃあちょっと待って、1じゃん、加賀君で、はいはい、この迷ったっていう、あと2人、2人目じゃん、教えてほしいと思う、はい、っていう、はい、1人ずつ出してほしい、それちょっと1人ずつちょっと書いてもらう、つかこのやっぱ K さんにも一回聞いたことあるんですけど、ムラッとする男芸人、全然違うね。全然違う。テイストが。タイプが違う、全く。ああ、タイプが違う。ケイさんは意外と、実際、こういうちょっと、遠目でそんなにさ、親しくないじゃん。ケイさんは結構ちゃんと楽屋で接してる人とかが多いのよ。ケイさん誰だ？でも私、加賀くんとかも、みんなでご飯食べに行ったりとか。あ、そうなの、うん、俺が知らなかったんだけど、そこ。加賀くんと畑中は割と、森さんは遠いかな、ちょっと、ね、うん。どうする加賀くんと、これね、動画をこっそり川君が見てさ、次飯行った時も、本当にあの、それええねん、その口、その口、加賀君のちょっとだけ舌出てるやつ、あの口エロいよね、でもよく考えたら、いや確かにエロい、確かに加賀君の演技力ってあの唇に全部詰まってると思う、確かにね、あの唇だから表現できることがある、あそこの細やかさっていうのはやっぱ加賀君の武器だね、大昔のあの、のりたけさんと同じ口元なんだけど、北島三郎の真似してる時のあの、ノリさんの。そう。俺、口元が好きやから、芸人の。そうじゃん。あったけどさ、その、なんだそれ。口、そう。口そんな広げんで、ね。うん。あ、そう。じゃあちょっと、やっぱり、あと二人に、二人以上も書いてもらおうかな。書いていい、はい、書いちゃって、一回、はい。いや、なんかね。でもまあ、3位とか2位とかでもちょっと、あれでしょ、入ってくるかもっていう感じだったでしょ。そうですね。なんか、最近、気づいたみたいな。ああ、加賀君は決まってたんだね。トークがでも面白いですね。なんでアイドルを最初にやろうと思ったか意味が分かんないですね。いや、あの、まあそれも話すと長くなるんで、今度話させてください。いや、やっぱおばあちゃんが勝手に履歴書出しちゃったって説あるんだけど。いやいや、あんまつぼみに出さねえんだから、そんな。あれでさ、もうちょっとさ、なあ、いや、そうでしょ、つぼみに出さねえんだから。そうやねん。もうちょっとさ、トリプロスカウトキャラバンとかって分かるけど、つぼみに出すばあちゃんいないでしょ。おばあちゃんすごいんだから、めっちゃはっきり言う。じゃあ、2人書いてくれた、はい、はい。じゃあ、一気に見ちゃいます。せーの。いや、もうまあ、でもやっぱりあれだね。細くて、シュッとしてて、薄い人だね。あ、薄い男だね。薄い男だね。ほんとに。ああ、いや、確かに。じゃあ、ほんと、金ちゃんだね。いや、でももう最近俺からダメじゃん。一番嫌いじゃん。今日嫌いって言ってよ。嫌いじゃん。今日嫌いって言ってきよ。だって、金ちゃんの真逆が四千頭身の石橋だもん。本当にそうだよ。芸能界。芸能界で言うと。はっきり言うと、もうここで終わらして。何もう、そんなずっとさ、一回もそのなんか、モテ遊んでさ。一回もモテ遊んだ。あんな DM とか送ってきてさ、モテ遊んでさ、フォローとかしてきてかって。DM 送って、DM が送られてきて。あの、いや、福田からだってなった時、そうか、なんか嫁とか。ビクってしたよ。嫁とかの反応は。嫁の反応。でも一人の部屋で見たもん。
でも勝手にフォローとかしてきちゃってさ。いやいや、その DM だけしてね、フォローせてもおかしいから、YouTube でね、喋ってくれてるのを見たから、しかもなんかその内容がなんか、何も言ってけへんみたいな内容。はい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 。俺がムラっとくる女芸人で、名前出してんのに、次会った時も何も言ってけへんくて怖いみたいな。やったから、送らせてもらった。いい男ぶるな、お前。いやー、怖いな。でも今日のやっぱメンツ見て、うん、もうすっきりしたから。何だから、勝手に心整理して。でも本当に、石橋なんか年下だし、男前だし、確かに童貞だしね、うん。めちゃくちゃいいよね。石橋と加賀くんは、なんか自分なんか同じ線なのよ。うん、なるほど、ちょっと若くて。確かに千葉さんは年上の。そう、千葉さんは森さんと同じ線なの。千葉さんはむちゃくちゃイケメンじゃない。そうそう、人気もあるし。多分芸人界で一番だよ、うん、今芝さんはね、どこがやっぱ見た目はもうもちろんのこと、なんか、うん、芝さんってもう女芸人みんな芝さん好き、いやみんななってるよ、でもう学生時代あるあるみたいな感じで、うん、いやかっこいいけど、うん、みたいな感じやった、まあまあ、かっこいいけど、ね、みたいな感じやってんけど、うん、なんかこの間なんか番組で一緒になって、うん、なんかオープニングのトークみたいな感じの時に、うん、なんかちょっとやや滑りとか絡みがうまくいかんかってんけど、なんかめっちゃ優しかったね、その絡みがうまくいかん感じの時に、なんか本当に女の子に優しいんだこの人はっていうオーラがすごかった、ね、優しいよ。それは福田と柴さんの絡みってこと？そうそうそう、あなんかと MC さんのなんか三角形の絡みやねんけど、はいはい、こう落ちそうで落ちない感じみたいな、なかなかこうふわふわふわってちょっとしてて、そうそうそう、で本番中優しかったってこと？それそうそうそう、優しい柴さん、柴さん優しい、ね、で柴さんどうにかしようと悪者にもなってくれるし、うん、女の子にも男の子にも優しくて、うん、でその柴さんの優しさを隣の丸坊主が気づいて、なんかこういう顔してる、ともしげさんはずっと柴さんが突っ込んで誰かを助けようとしてる時、ね、なんでともしげさんの悪口を言ってるの？悪口じゃない。ともしげさんはそういう人だよ。ともしげさんの話にもなってないし。ともしげさんは。なんだからこのまましなくてよかった、ともしげさんの話を。意外と姿勢いいから。姿勢いいから。トーク番組になるから。めっちゃ姿勢いいから。むちゃくちゃ座高高いから。そう、まあ、それ実際絡みがあった時にってことね。確かにこれはかっこいいな。かっこいいな。私も思っちゃいました。はぁ、やっぱあるんだね、本番でそういうのも。つうか、こういうね、ある意味、男だったら肝と思われるトークなのに、うん、こんだけ明け透けに喋ってくれると気持ちがいいから、これ、トゲなし、トゲあり、トゲトゲ、でしたっけ、名前、あってますよね。そのままこの企画を聞きたいぐらい心地いいですね、あの3人で。いや、またして、だから。また3人で全然違うんじゃないかと思う。まあ、全然違う。違うとも、確かにそういうふうにサーヤと一番エロいからね。まあ、絶対エロいから。だって、この間、チャンスの時間で、ラブホテルに行って、エロ脱出ゲーム、エロ、チャンスの時間のね、うん。問題が来て、すぐ答えてたから。本当。あれはただ頭の回転が早い。頭の回転が違う。で、エロ。謎解きで。四千頭身の石橋は、まあ、石橋はもうほんまに、なんか、加賀君と同じ感じで、うん、若いっていうだけです。若くて、なんか、男前。フレッシュな感じ。チェリーっていうキャラクターでね、今は知んないですけど、結構前はやってた、うん。実際さ、どうなの？チェリーとかって聞かないの？別に。全然、全然チェリーだとしてもいい。好きですね。好き？好きです、ね。じゃあ、チェリーとチェリーじゃない人がいたとして、全く同じステップで、うん、見た目も一緒で、だどっち選ぶの？どっちでもいいけど、うん、全然そ、チェリーがマイナスポイントにはなんないです。あ、なんだったら別にチェリーでも全然。全然。青のタイプはやっぱちょっと薄い醤油顔が。いや、そうだね。もう、たまたまなの、それに関しては。いや、でもここまで来たらもうたまたまじゃない。あ、そうなの、うん、もう、統一されてる。すごいわ。まあでも、はっきりしました、そう、これで。金ちゃんはもう今日でもう、ほんと、実はじゃあ福ちゃんから見えてたってさっき言ったじゃん。見えてなかった。見えてなかったし、今日がもう、俺としての福田卒業式。うん、勝手に俺も、うん、賞状もらって帰るよ、これは、うん。ありがとうございましたってことでね。じゃあ、福ちゃんも醤油顔じゃないですか。女性にしたら。まあ、ね、濃い顔じゃない、ね。醤油顔で醤油が好きなんですか。まあ、彼もね、ソース顔で、嫁もソース顔ですからね。そうなんだ。ソース顔というか、まあ結構派手な女が好きで。そう。ギャルとかね。そうそう。派手な女が好きで。まあでも、楽しかったよ。うん。この13年間。13年間そう。うん。せいやは、別に俺付き合ってないとは思うけど、せいやはない。せいやは、
ありなんですか、なしなんですか、そ別に。聖夜をそういうなんか性的な目で、うん、見てないけど、年下で、うん、まあ、ただ本当に飲み友達でしょ、うん、まあ本当先輩後輩で、うん、年下で可愛らしいは可愛らしいよね、聖夜ね。いや聖夜めちゃくちゃいいやつだもんね、うん、面白いし。ちょっとでもなんかこのラインナップとはまた別の全然あのいいやつやし、うん、それこそ優しいと思うけど、うん、なんかそういう感じではないかもしれないですね、はあ、うん、ちょっとでも僕一個やりたい企画があって、うん、やっぱその福ちゃんも今日明らかになったんで、やっぱ年下の男性が福田にはまりそうな年下男芸人オーディションやりたいな。それはいいですね、はい、もちろん福ちゃんのこと好きな芸人を集めるためにね。好きじゃないと、好きじゃないと無理よそれは。でも芸人はありなんでしょ、正直。別にまあ芸人と芸人以外がいたら芸人以外を絶対選ぶとは思うけど、芸人だから絶対ダメってわけじゃないよね、うん、だ女ある意味だから女上司の性癖みたいなことですよね。まあそうだね、女性が女上司でいて後輩の男社員と付き合ったりもするじゃん。そうそうそう、だからどちらかと言ったらその、まあ、姉さん女房じゃないけど、だから本当上に立つタイプの。将来的にもう分かりました、もう10年後福ちゃんがどうなるか、野々村さんです。ゆきこさん、はい、あ、野々村さんって、野々村さんになります。じゃあもう完全に俊二さんみたいな、その後輩芸人と結婚してみたいな。いや確かにな、誰でもちょっと可愛らしくて、可愛らしいけどちょっと世間知らずっぽい、うん、います、今吉本の後輩とかで世間知らずで可愛い、なんかほんわかしてて誰にも無害無害で、はい、そんな一人僕いるんですけど、そんな芸人いる、はい、トニー・フランコ君です。あでも顔濃いしな。あ確かに、あと意外とあいつ年いってんのよ、30いくつとかでしょ。トニー・フランコとか全然違うでしょタイプ。うん、ね、なんかめっちゃいいやつ。トニー・フランコじゃないな、うん、だからもうちょっとピュアな、やっぱあれで言ったら同期のトクちゃんとかさ、めちゃくちゃピュア、まあ、顔はちょっと全然違うけど、ピュアでさ、ちょっと可愛らしい髪も、結婚しちゃったし、ね、トクちゃんもね、はいはいはい、まあ、だからでももうなんかすごいいっぱい出てきそう、探したら。確かに、しかも私その畑中とかって後輩やけど年上やねん一応。ああそうか、そう、あそうか、そうだから年ではないのかも。なるほどね、後輩ってそのシチュエーションが、そうそう、なんか弟感が可愛いやん、なんか畑中。はいはいはい、わかるよ、うん、しかも結構そうね、芸歴は確かに結構いってるかもしれないけど、うん、弟感半端ないもんね。弟感なの。こんだけ発表しちゃっても今後気まずくなりませんか、金ちゃん。だからそこがすごいんですよ。いや本当に肝が据わってるんですよ。けど分かんないよ、発表したこの時は別にいいけど、いざ会うってなるとまたちょっと緊張しちゃうと思うんだ。本当テロップとか音声とかも入れちゃうから、テロレロリンってね、はっきりバレちゃうからね。全然マジで全然大丈夫。大丈夫、石橋がちょっと調子乗りそうって暗いかな、ちょっと嫌なの。石橋そんなんで調子乗る、うん、なんか石橋を外した理由は、うん、なんか調子乗りそうと思って外した。なるほどなるほど。そうじゃ、調子乗ってなかったランキングの可能性もあったわけね。ありましたね。そう、実際じゃあジャニーズとかお好きなんですか。いや、その好き、そのファンではないけど、はいはい、普通にかっこいい人は好きです、うん、例えば今で言う若手ジャニーズです。なにわ男子とか美少年とか。ああ、ね、なんかね、年下好きと言っときながら、うん、なんかあからさまなザ年下みたいなのが好きなわけではない。なるほど。そう、なんかね、あんのよ、なんか自分でも分からんセンサーがあって、うん、例えば永瀬智也と城島リーダーだとどっちだ、うん、ちょっと待って、めちゃくちゃ濃いからな、いろんな条件違いすぎてさ、その年齢とか顔の濃さだけの話じゃない。それは永瀬さん、その鉄腕ダッシュのあの感じとか含めて、そのリーダー頑張ってるよ、だいぶ。い全部含めて、全部含めて永瀬なの。ねえ、リーダー渋谷で頑張ってるよね。渋谷でアンケートとしても、俺、100人にアンケートとしても、90人以上永瀬だと思う。いやいや、もしかして100人永瀬の可能性。まあ、だそういう、まあ、別にそこの、まあ、顔とかは関係ないもんね。だ自分でも分かりたいかも、この共通点が。自分でも分かれへんから。そう、ちょっと。最後にちょっと探らせてもらっても、ジャニーズで、じゃあ、岡田准一くんと、いのっちだったらどっちがお好きですか。難しい。ちょっと年上だけど弟感もある。いのっちでもこっちラインだよ。いや、いのっちこっちラインだよな。確かに、わからんな。それ、岡田さん会ったことないからな。岡田さんの方がかっこよすぎる。かっこいいね。でもなんかその、
永瀬くんと岡田くんで言ったら岡田くんの方がなんか弟っぽいというか。じゃもうでも今すごいよ。マッチョ。確かに。スタントすごいから。命と岡田くんだと同じぐらいじゃん。うん、一緒くらいかな。じゃ命とリーダーだとどうなのこれ。もうこれでもう決まるから。それは命か。じゃあもうリーダーが一番下だからいいし。いや、何を決めたの今何を決めたのリーダーとリーダーだったらどっち誰と誰リーダーあの、どっちも島リーダーと渡辺リーダー。あ、待たせたな。そう、そのリーダー。あともう一人リーダー。肥後さん。リーダーの方だと。ちょっと待って。悪そうにしすぎリーダー選手権じゃないよ。リーダー選手権じゃないから、ね、いっぱいいるからね。リーダーでリーダーいっぱいいるからね。本当に。じゃないということで、今回はですね、はい、まあ、念願の福田に来てもらいまして、また何かあったら、もしよろしかったら、はい、出てください。ぜひさせてください。はい、ということで本日のゲスト、3時のヒリン、福ちゃんでした。ありがとうございました。よし。このチャンネル見てるやつは全員クズだ。お前らはもうクズが確定してる。チャンネル登録はしたからだ。みんな、俺らの収益のために寝落ちしながら垂れ流すように。というわけで次の動画はこちら。